電話です、電話です、電話です。携帯電話の着信トークが胸ポケットから話しかけてきた。俺が手に取るとディスプレイには俺の友人、花輪の名前が眩しく表示されている。時間は午前2時。こんな時間に電話してくる神経が少し信じられないかもしれないが、実際俺も部屋にいて電話を受けたわけじゃない。今日も深夜まで友達とカラオケで盛り上がってその帰りだ。夏休みに入ってから俺はバイトをしながら連日こうして深夜まで遊んでいる。別に誰かにとやかく言われても気にすることはないし、今しかやれないことは今やる。そう決めていたので今日もというわけだ。で、その時一緒にカラオケをしていた友人の一人がこの花輪。俺は通話ボタンを少々面倒くさそうに軽く押して耳に押し当てる。花はお前どうしたんだ。携帯電話の向こうから聞こえてきたのは軽そうな相変わらずの声。あ、いや別に用があるわけじゃなくてさ、俺今コンビニでラーメン食ってんだけど、3分待つのって暇じゃんか。暇つぶしの手段ってやつ。声の後ろからは何かざわざわと誰かの会話のようなものも聞こえてくる。なんだ、だったら俺もラーメン食べに行けばよかったかと急に空腹を思い出す。カラオケの料理ってまずいわけには高くてどうも買う気にならない。でさ、今日のお前の歌って。そんな俺に遠慮もなしに花輪はもう3分以上話を続けている。さっきから言葉の間にラーメンをすする音やくちゃくちゃと食べる音が紛れて、どうも聞こえづらい上に居心地が悪い。ギャッと突然携帯の向こうからおかしな声がした。そして走り去るような足音も。けどそれは花輪の喋っているところより離れた場所から聞こえたようだ。おい、なんかあったか。後ろで誰かずっこけたりしたのかとふざけ半分で俺は笑った。あいつだよ、ほらカラオケに来てたやつ。なんか食べてたラーメンの中に親指入れちゃって騒いでぜ。肌もふざけ調子で笑ってる。どうやらやはり心配するようなことではなかったようだ。それで恥ずかしくて走っていっちまったが。カラオケに来てたのって、あ、葉崎だな。あいつ同時だからな。葉崎、あいつじゃない、あいつだよ、あいつ。は？名前言わないとわかんねえし。何かからかわれているような気分になり声が少し揺れる。どうもわかりやすい男みたいで自分でも嫌だが。だからあいつだよ、お前のよく知ってるやつ。だから名前言えってよ。花輪と押し問答を続けていると後ろの方から何か音がした。タッ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 。誰かが走ってくるような音だ。コンクリートに硬い靴の音が響く。あ、もしかして俺の方まで恥ずかしくてそいつ逃げてきたか。夜闇に光るディスプレイの光を顔に受けながら俺はニヤニヤと音のする方向を見つめた。ああ、お前の方向に逃げたからな。もうすぐ見えるんじゃないか。花輪の声にふと冷静さを感じる。何かおかしい。まさか何かやばいもんが来てるのか。柄にもなく心臓がバクバクとなる。せいだ。闇から聞こえてきたのは助けを求めるような聞き覚えのある声。黒い靴にジーパン姿の男。花は？そう、先ほどまで携帯で会話をしていた花はが真っ青な顔で走ってきたのだ。俺には全て分かった。花はが電話で俺をからかいながらラーメン食ってるふりして俺を驚かせようとしているんだな。きっと誰だと思ったなどとからかうように言ってくるに違いない。そうはいかねえぞ花は。
先手を打つように俺は一歩下がった。が悔しがる表情を見せると思った花輪はまだ青ざめたままだ。おい、どうしたんだ。芝居じゃない。そう感じた時、やはり何かあったのだと俺の心臓は再び脈動を早めた。花輪の顔は何か恐ろしいものを見た顔だった。その顔が引きつりながら俺に口を開いた。さっきコンビニに行ったら、俺と同じ顔をしたやつが携帯しながらラーメン食ってて。え？コツ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 。花輪の背後から俺の持っている携帯電話から足音が聞こえた。カタカタと俺の手は震えて携帯の電源を切ることもできなかった。来た、あいつが来たんだ。って花輪はますます顔を真っ青にして俺を突き飛ばすと反対方向へと走っていく。闇に吸い込まれるように。面白いもの見れたか、セダ。携帯電話から花輪の声がまた聞こえた。声の後ろにあったざわめきもラーメンをすする音も聞こえない。花輪の声だけが。ふと絶叫が聞こえた気がした。花輪の絶叫が。俺は聞いた。なあ、お前誰だ。電話です。電話です。電話です。